今日は9月3日です。今日の札幌はこんな感じです。こんな日は家にいるのがもったいないなと思って急遽外に出てきたんだけども、まあ、いつも通りのルーティーンというか、まあ、ただ歩きます。いつも歩いてることしかやってないんだけど、まあ、晴れてる日は歩いて、天気が悪い日は家で作業してっていう、そういう暮らしをしています。まだね、緑が鮮やかな場所が多くてすごい嬉しいです。これから紅葉が始まりそうだけど、お、ちょっと始まってるかも。こういうの一気に来ますね。赤みがかってるわ。鮭科学館に行ってちょっと魚見て公園歩いてっていう感じにします。入場は無料です。銀鮭、なんかだいぶ大きくなりました。こっちだ、サクラマスのちっちゃいのがいます。これがサツキマスで、こっちがニジマス。この下の階には大きい魚がこんなに水面の底から見れるようになってるというか、上の方にね水槽があって、あそこの今下の部分にいるというかね、こんな感じです。雨の日でもここは楽しいです。だから特に天気の悪い時にぼーっと魚を見たりしてます。あ、伊藤がいない。どっか移動されたかな。ちょっと上に行きましょう。ここがさっき見てた水槽です。おお、みんな元気か。このオレンジっぽいのは目が赤くてアルビノ。焼き魚にしたら何人分のお弁当ができるんだろうっていつも思う。1匹で30人分とかできるのかな。こっちのハウスにも水槽があるんですけど、1個ねどでかい水槽があって、そこにウグイが泳いでるから、ちょっとそれを見てほしいです。魚館、こっちです。この真ん中にある水槽がでかいんですけど、ちょうど今餌があげてますね。お、ナマズも来てる。ウグイとフナとナマズ。
よし、魚を見るルーティーンは終わりました。ところどころ葉っぱが色づいているようなところもあったりします。ここはマコマナイ公園という公園なんですけど、札幌の中では比較的早く紅葉の傾向が見られるんですね。だからマコマナイを基準に始まったかなといつも観察してるんですけど、今日は平日なのでたまにランニングしてる人がいたり、こじんまりとピクニック的なことをしてる人がいたり、割と静かです。今日は日曜日はね、本当に子供も多くて走ってる人も多いんだけど、やっぱりここの七かまどが一番綺麗で早くて鮮やかかもしれない。もう半分ぐらい赤いね。紫ツメ草、すごい芝生がふかふかで気持ちいいです。ぼーっとしちゃう。まあいつもぼーっとしてるんですけど、この場所おすすめです。マコマナイの公園の真ん中あたりです。本当にここはすごい綺麗に鮮やかに集まってる。なんかどんぐりがいっぱい落ちてるな。風で飛ばされたかな。もう秋ですわ。9月だもんね。でも今年の夏は本当に夏を堪能しきったというか、蚊にいっぱい刺されたし、熱中症で何回かやられたし、ここ数年とは違って本当に北海道の夏も暑くなってきてるので、北海道の夏は短いみたいな、そういう物足りなさに儚さとかさ、その一種の美しさみたいなのを感じて、まあ短いからこそ楽しくみたいな、そういうのを感じてたんだけど、最近ねちょっと長くなってきたというか、物足りるようになってきて、それはそれでまあ幸せなんだけど、そんな感じで僕はすごい夏が好きなので、北海道にいても夏っぽいことをすごいやりきれるように感じきれるようになってきたから、まあいい気持ちで9月をね迎えてます。もう北海道の夏は短いっていう、そういう常識もなくなっていきそうですけどね。まあ、それはそれでちょっと嬉しいかなっていう、夏が好きな人間としてはそんな感じです。今日のお昼ご飯です。この3つの五目おにぎりがすごい好きで、なんか一時セイコマートで見かけなかったんですけど、また復活したのか最近よく見かけるようになりました。あとはペペロンチーノです。これがお昼ご飯です。ご視聴ありがとうございました。